朝ドラおむすび4週あらすじ最新の1話5と、全体詳細ネタバレになります。4週タイトルはうちとお姉ちゃん。4週初めでは、姉の歩みが突然家に帰ってくる。ゆいたちが戸惑う一方、ハギャレンのギャルたちは湧き立つが。そしてついに糸島フェスティバルでパラパラを披露する時が。 16はすじ、長年糸島を離れていた和弓み中リーサが、何の連絡もなしに突然米岳だけに帰ってきて、ゆい橋本環奈や両親の正サと北村ゆきや、愛子麻生久美子は彼女にどう接したらいいかわからず戸惑う。糸島に戻ってきた噂が瞬く間に広がり、お弓みはうんざりするが、ルーリーミリチャムたちハギャレン博多ギャル連合のギャルたちはテンションが上がる。 17はあらすじ、おあゆみなかりいさのハギャレン博多ギャル連合を否定する言い方に怒ったゆい橋本もかなは、港でたたずみ、姉と一緒に過ごしていた幼い頃を思い出す。1994年、両親のまさと北村幸也と愛子麻生久美子は神戸の理髪店で働いていて、5歳のゆいは漫画の美少女戦士セーラームーンが大好き。中学生のあゆみは、親友のまきちゃんとよく遊んでいた。 18はあらすじ、はし橋本かんがパラパラダンスで出場する糸島フェスティバルに、祖父の長吉松平健もマジックで出るつもりで、そのアシスタントを歩み中リーサに頼もうとする。しかし、歩みは米だけをすでに去っていて、若かりし頃天神で敵対グループだったアスカジホンオと、あることで対決していた。一方、ゆいは歩みのことを受け止められず、幼い頃の神戸時代に思いを馳せる。 19はすじ母の愛子麻生久美子は、ビュイの幼馴染みのヨったスゴー荒木にパソコンのセットアップをしてもらい、自らブログを書こうとする。そんな折、ビュイ橋本環奈はハギャレン博多ギャル連合のメンバーたちとフェスティバル用のパラパラ練習に熱を入れるが、たまっち谷藤美咲から何かが足りないと言われてしまう。一方、 フェスティバルにマジックで出場する長吉松平健は、米田に戻った和弓中リーサにアシスタントを頼む。二重は荒筋。ゆい橋本環奈ナたちハギャレン博多ギャル連合が、ついに糸島フェスティバルでパラパラダンスを披露する時が来る。ところが、ゆいは緊張のあまり出だしで振りを間違えて戸惑ってしまう。さらに観客席にいるエみ中村朱里たち書道部の面々は、ギャルたちの登場に難色を示し、 冷めた目で見る。そんな劣勢の中、他のハギャレンメンバーは踊りながらユイを励まそうとする。4週全体詳細あらすじ、あゆみあゆみが帰宅。ある晩、突然米だけに戻ってきたわゆみ。以前のギャル姿とは異なり、清楚な雰囲気になっていました。なぜ急にわゆみが帰ってきたのか、こそこそと話すユイたち。 何か聞きたいことあるのあゆみあゆみの問いかけに誰も答えられませんでした。もし私宛に電話がかかってきても、いないって言ってね。それだけ伝えると、あゆみは2階へ上がっていきました。その晩、深夜2時まであゆみの携帯が鳴り続け、眠れなかったゆい。翌日、ゆいはヨータからあゆみが帰ってきたのか聞かれました。あゆみあゆみが戻ってきたことが、糸島で噂になっていたのです。 米田、ダ、アユ帰ってきたんやってな。担任の先生からの問いかけに、とぼけるユイ。ユイの本音アユミが帰ってきたことを知ったハギャレンメンバー。放課後、突然米田家を訪れました。アユミアユミに自己紹介をするハギャレンメンバー。ルーリーは、ギャルになったのはアユミに憧れていたからだと伝えます。糸島フェスティバルに参加して、ハギャレンの活気を戻すと意気込みを語りました。 パラパラを見に来てください。はあ、行くわけないじゃん。そんなのってか、ギャルとかもうやめな。超ダサいから、想定外の歩みの答えに固まるハギャレンメンバー。歩みの言葉にユイは怒ります。こうなったの、全部お姉ちゃんのせいなんやけど。いい加減、いい子のふりするのやめなよ。辛かったの、お姉ちゃんだけやない。ずっと胸の奥にしまっていた本音を告げ、ユイは家を飛び出しました。 米田家の過去、1994年10月、ユイが5歳の頃。当時、米田家は神戸に住んでいました。商店街でバーバー米田という理髪店を営んでいた、成人マサトマサトと愛子1階が店舗で、2階は自宅として使用していました。ユイ、セーラームーンになりたいねん。ユイの髪をツインテールにするほ歩,歩み。 部屋には、歩み歩みより一つ年上の親友渡辺真貴もいました。ある日、マサトに話があると常連客の福田と若林が訪ねてきます。桜通り商店街のアーケード設置計画が動き出したという話でした。常連客に押される形で、責任者となったマサト。2ヶ月後の12月、マサトは靴店の店主高雄を訪ねていました。 高尾は牧の父で、アーケード設置計画に反対しています。牧もうここん家の子と遊ぶな。高尾は、牧に和弓や米岳だけと関わらないように告げました。親の対立に娘たちを巻き込みたくないと考えるマサト。みんな仲良く、喧嘩したらあかん。唯の言葉は高尾に届かず、牧を強引に引っ張り返っていきました。再会、糸島の海を見ながら、 神戸での出来事を思い出しているゆい。そこにハギャレンのメンバーがやってきます。もう今日でハギャレンの活動をやめる。ユイに謝り、ハギャレンのメンバーは去っていきました。その頃、荷物をまとめて博多の町をゆあみいていたお歩み。かつて敵対していた天神乙女会の大河内アスカと再会します。うち、あんたときっちり勝負つけたいって思ってたんよ。 博多ラーメンの大食い競争で勝負をつけることに、勝負はわゆみが勝ちを譲り、手打ちになりました。かつてギャル時代に行ったお店に向かうわゆみ。やっぱりここだったかなんで、ここにいるって分かったのあの時のわゆみと同じだよ。行方不明になったゆい。1995年1月、神戸、高尾は、まだアーケード設置計画に反対していました。 夕方、慌てて店に駆け込んできたお歩み。お母さん、ゆいどこゆいは、行方不明になってしまいました。常連客や薪などが手分けをして探しますが、見つかりません。うちの薪また来とるんやろ。怒鳴り込んできた高尾ですが、ゆいのことを聞き静かになります。神社にいたゆいをゆあゆみが発見し、帰宅しました。ゆい、神様にお願いしに行ってん。 みんな喧嘩せんと、仲よう,うなりますようにって、何も言わず、店を出ていく高尾。みんなの場所。神戸でゆいが行方不明になった時の話をする、愛子とがゆみ。あゆみあゆみは、家に戻るのを躊躇していました。あゆみあゆみのおかげで、やっとゆの本音が聞けたんやから。ゆが神戸の話をずっとしなかったことが気になっていた愛子みんなと神戸の話をするために帰ってきたんやないの アイコは、東京に戻ろうと考えていた歩みを引き止めました。次の日、ユイはハギャレンをゲームセンターに呼んでいました。ハギャレンはもうお姉ちゃんのものやなく、みんなのものだって。みんなの大切な場所なくしたらダメだと思うんです。ハギャレンはダサくないことを証明しようと呼びかけるユイ。ハギャレンとユイは、糸トシマフェスティバルへの参加を決めます。 その日から、ユイたちは必死にパラパラの練習を頑張りました。結びんだけ、何か足りんのよね。振りは完璧だが、ユイには何かが足りないと言います。糸島フェスティバル、糸島フェスティバル、当日、ハギャレンメンバーにガングロメイクをしてもらった、ユイ。すごい可愛い、会場には、書道部員や商屋なども来ていました。ついにハギャレンの出番となり、緊張で振りを間違えてしまうユイ。 そんなユイをハギャレンメンバーが踊りながら励まします。勇気づけられたユイは、笑顔になり調子が上がってきました。みんなぶち上がろ。どんどん盛り上がる会場にワユミの姿がありました。来てくれたんだね。ユイからメールが来た。ユイからのメール、絶対見てほしいから、来て。ユイからギャル文字のメールを受け取ったワユミ優勝を逃しましたが、達成感でいっぱいのハギャレンメンバーとユイ コメントをしたことで、ギャルの正体がユイだとマサトにバレてしまいました。何しようとか、そげな化粧場して、ステージから逃げるユイの目の前に風見先輩が現れました。風見先輩、すごかったな、びっくりしたよ。な、ユリア。最色くけで有名なユリアと仲良く立ち去る、風見先輩。ユイの恋が静かに終わりました。あの日、いつもの場所で海を見つめるユイ。 ゆいを思い、ハギャレンメンバーは帰っていきます。ゆいの様子をこっそり見ていたヨうもりさに連れて行かれました。そこへ、ショうタが現れます。見たぞ、おめの踊り。あんたも笑いに来たん。いや感動した、おめあんな楽しそうな顔すんだな。ショうは、いつもゆいが寂しそうな顔をしていると言いました。なぜいつも寂しそうなのかと聞く、ショうや。たぶん、あの日から。 あの日って、9年前、1995年1月17日。